白浜亜嵐が、亜嵐白浜名義での12画連続リリース作品第7弾、マカロニチーズを726にリリースすることが発表された。第7弾の今作は、自身初となるドラムンベースというジャンルでの制作。今まで以上に強烈なベース音により、フロアが大盛り上がりする様子が想像できる楽曲に仕上がった。まさに、亜嵐白浜のスタイルの確固たる存在を見せつける作品と言える。亜嵐白浜は、可愛いタイトルと、ジャケ写なのに、音が可愛くないギャップをやりたかったので、うまく、形になって、嬉しいです。疾走感と躍動感の上に、悪さを乗せたような曲になっていますとコメント。重めのシンセでのメロディーラインから、ドラムンベースならではのベース音の展開、さらには、攻撃的なのなりの良さもこの曲の聴きどころの一つとなっている。そして、リリースを記念して、今回もキャンペーンの実施が決定。詳細は、各 SNS、公式 HP をチェック。12が連続リリースも中盤にかかり、亜嵐白浜のスタイルの原点、This is my bass style を表現した、後半戦にも期待が高まる。現在、世界の DJ ランキングを決める DJ マグの投票、DJ マグトップ100 DJs も行われている。世界に挑戦している、亜嵐白浜を応援してみては。投票は9月11日まで、亜嵐白浜コメント。今回は、ドラムンベースに初めて挑戦しました。いつもは、曲ができてからタイトルを決めるのですが、今回は、曲よりも先にマカロニチーズというタイトルとジャケ写を決めてから曲を作りました。可愛いタイトルとジャケ写なのに音が可愛くないギャップをやりたかったのでうまく形になって嬉しいです。ドラムンベースは世界的にもいろんな DJ がプレイしていて流行っているということもありますが、自分の DJ のスタイルでもよくプレイすることがあったので、その時に自分の曲があればと思い制作しました。サウンドとしては攻めの姿勢を意識して、曲の構成も1曲丸々流して使える仕様にしました。ドロップ一発目の音がかなりインパクトと、そこからの緩急があって気に入っています。疾走感と躍動感の上に悪さを乗せたような曲になっています。リリース情報7スデジタルシングル、マカロニチーズ、読み、マカロニチーズ2024年7月26日、金曜日リリース各国0時配信開始、LDH レコーズ、ストリーミング&ダウンロード、https://lnk2 亜嵐マカロニチーズ、リリース記念キャンペーン https://m.tribe-m.jp/news/ ディテールニュース ID コール 47833.12 ヶ月連続リリースダウンロードキャンペーン https://m.tribe-m.jp/news/ディテールニュース ID=47832